ハレルヤ。皆さん、今日はときめく日、主の日です。特に今日は2021年最後に捧げられる礼拝になります。皆さん、元気もりもりで神様に礼拝を捧げる準備はできてますか？じゃあそれではお祈りを持って礼拝を捧げていきましょう。お祈りします。イエス様、感謝します。今日も素晴らしい手術を与えてくださり感謝します。この時間、神様の御前に進んでいくことができるように、まず私の罪を記憶してください。すべての罪を許してください。この時間、心を込めて喜びを持って主の御名を褒めたたえていきたいと思います。登場聖霊様、この時間この場所に臨在して私たちの礼拝を受け取ってください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。捧げよう感謝の心、救い主なるイエス。褒めよう心から、尊いイエスの御名を。この主の主、世界を治める御名を。喜ぼう手を打ち鳴らし、素晴らしい御業を。踊ろう足踏み鳴らし、救い主なるイエス。讃えよう声高らかに、素晴らしい御業を。捧げよう感謝の心、救い主なるイエス。褒めよう心から、イエスの御名を。この主の主、世界を治める御名を。喜ぼう手を打ち鳴らし、素晴らしい御業を。踊ろう足踏み鳴らし、救い主なるイエス。
それではこの時間は御言葉を聞く時間です。皆さん大きな声でハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは今日神様のくださる御言葉を一緒に見ましょう。今日はヨハネの黙示録22章20節の御言葉です。ヨハネの黙示録22章20節の御言葉です。それではゆっくり一緒に読んでいきましょう。これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。アーメン。今日はこの御言葉をもって、私はすぐに来る、私はすぐに来るというタイトルで恵みを分かち合いましょう。ハレルヤ。今日は今年最後の日の手術礼拝です。2021年最後の手術。今日の御言葉をね、何を語ればいいのかなと神様に祈った時に、なんと今日のヨハネの黙示録の言葉が与えられました。私はすぐに来る、私はすぐに来るって、これ誰が言った言葉？そう、イエス様がおっしゃったんだよね。イエス様が私はすぐに来るって言った。イエス様どこにいるの？そう、イエス様は天国におられるんだよね。聖なる都エルサレム、天国にいる、そのところのビジャに着いておられるんだよね。そのイエス様が私はすぐに来るとおっしゃいました。この言葉を小学生の皆さんにも教えなさいとおっしゃったからね。皆さん、実はね、イエス様はこのヨハネの黙示録の中でね、何度も何度も私はすぐに来るという言葉をね、何度も何度も語ってるんだよね。ヨハネの黙示録読んだことある子供いるのかな？絶対ないと思う。そう、難しいからね。実はこのヨハネの黙示録の中でイエス様は何度も何度も私はすぐに来ると言ったの。この書の預言書に書いてある言葉を守る者は幸いである、見よ私はすぐに来るとおっしゃったんだよね。またところでは、見よ私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私は来る。また他のところでは、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないようにしなさい。また今日の本文、これらの言葉を証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。本当何度も何度もおっしゃってるんだよね。だからイエス様が私はすぐに来るって言うんだから、イエス様は来られるわけね。実はね、イエス様が十字架で死んで葬られ、よみがえられたでしょ。そして弟子たちと40日間一緒に過ごしました。そしてイエス様がオリブという山のところに行かれました。そこで弟子たちが見てるところで、イエス様どうしたの？そう、弟子たちが見てる間でね、なんと空中にジューと浮いて、なんか天に引き上げられていったと書いてあるでしょ。でそれを弟子たちがね、みんなジューと見てたわけ。でイエス様がやがて見えなくなっちゃった。でその時に天使が現れて、この弟子たちにこのように言ったんだよね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのあなた方が見た同じありさまで、またおいでになりますよと。つまりあなた方が見た通りに、どのように降りてくる？天でね、空中でなんて降りてくると言ったんだよ。だからイエス様が再びこの世に来る時に、来られる時にはどういうふうに来るの？そう、みんなが分かるように、弟子たちが見てる間天に引き上げられたように、なんと天からね、天国からこの空中で雲に乗ってくるんだよね。そう、イエス様は私はみんなさんがみんな分かるように天から降りてくるんだよとおっしゃってるわけ。じゃあイエス様が来るっていうこと、じゃあ私たちはどうすればいるの？そう、
だからイエス様が来られる時に迎える準備をしなさいってことなの。今日の皆さんにお話したいことは、イエス様は来られる、天から雲に乗って再び来られるんだけど、それを皆さんがイエス様が来る時に迎えて、なんと空中に引き上げらなければならないということなんです。そう、聖書にはこういう言葉が言ってあるよ。その日には、つまりイエス様が来られる時には、二人が畑で働いていて、一人は引き上げられる、で一人は残される。二人が布団の中で寝ている、一人は引き上げられて亡くなる、一人は残される。二人がいて、一人は石臼を引いてる、二人がね、で一人は引き上げられていなくなる、一人は残されたという。これがいつこういうことが起きるかというと、イエス様が来られる時にこういうことが起きるんだよということなの。怖いでしょう。だから皆さんもイエス様が来られる時に天に引き上げられるために、皆さんは準備しなければいけません。それはね、難しいことないんだ。教会に来てイエス様を愛する心で一生懸命礼拝を心から捧げること、そして毎日お祈りをし、そして聖書を読むことなんです。一番いいことは、皆さんが礼拝をきちんと捧げることなんです。心からだよ。そしてもう一つ、聖書はね、こう書いてある。自分の着物を洗う者は幸いである、その者は天の御役に入る権威を得ることができると書いてある。つまりもう一つ、皆さん衣を着物を洗うってことは、自分の罪を告白することなの。罪を告白するとイエス様の血潮で皆さんをね、この心を白く、雪より白くしてくださる。それを衣を着物を洗うって言うんだよね。だから皆さん、イエス様が来られるっていうことをまず覚えること。覚えなければ準備しないから。イエス様はやがて来る。そして毎日毎日、自分が犯した罪は夜寝る前にごめんなさいと、イエス様許してください、イエス様の血潮で洗い清めてと、で毎日悔い改めることが大事です。皆さん、着物が汚くなると天国に入ることできません。汚いからです。だからよく悔い改めること、そして礼拝を心から捧げることです。そうすればイエス様が来られる時に、皆さんはイエス様と一緒に空中に引き上げられて、イエス様にお会いでき、そして天国の中に入ることができます。皆さんも子供なんですけれども、イエス様が来られる、いつも心を持って罪を悔い改めて心から礼拝を捧げる、皆さんになって、イエス様が来られることを準備するアガペの皆さんになることを、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。皆さん、それでは一緒に祈りたいと思います。今年最後の礼拝、本当に来年はイエス様が来られることを準備するために、今日のメッセージを神様皆さんに語りなさいと言いました。じゃあ、イエス様が来られることを準備するために、毎日寝る前には悔い改めをします、で礼拝心から捧げますと、この時間一緒に祈りましょう。神様、子供たちが毎日毎日自分たちの罪を悔い改めて、罪を清めていただき、白い着物を着てイエス様が来られることを準備できるように導いてください。そして心から礼拝を捧げるように、神様を愛してここから礼拝を捧げるようにって、イエス様が来られることを準備する子供になるように導いてください。子供たちも主に引き上げられることを準備することができますように、イエス様が来られることを準備することができるように導いてください。導いてください。イエス様、本当に主の日は近い、主が来られる日は近いとおっしゃっています。主よ、子供たちが毎日罪を悔い改めてイエス様が来るのを
準備するように、また心から礼拝を捧げてイエス様が来られることを準備することを祈りました。子供たちが祈った通りに主が導いてください。感謝しイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金のお祈りをします。感謝します。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお祈りします。アーメン。皆さんの捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、今日も心を込めて信仰を込めて愛を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たち一人一人を祝福してください。豊かにその未来のために祝福してください。感謝しイエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。それでは2022年新しい年に会いましょう。